今日は体幹を整え、腰をほぐして体をリセットするトレーニングです。こんにちは、ペリです。はい、ハウスペリー。毎週金曜日のインナーマッスルの鍛える体幹トレーニングの配信の他に、余裕がある時におまけのメニューを送ります。体幹を整え、腰や背中をほぐすと、運動量や疲れた時に体が楽になるし、リフレッシュの効果でスッキリします。ぜひ一緒にやってみてください。姿勢を整えてから一回深呼吸、息吸って吐きます。はい、両手前で膝まつぐりして、足少し開いて、両手真上に伸ばす。左手、左のかかとに乗せて、上の手真上で目線下にして、ゆっくり呼吸、吸ったり吐いたりして、両手上に戻って、右手右かかとに乗せて、上の手まっすぐ目線右の方に、呼吸吸って吐きます。はい、もう一回両手上に戻ります。楽にして一回肩曲がってください。お尻床に座って、両手開いて床にスッと行きながら、体まっすぐに寝てください。で、膝床から離してもいいけど、できるだけ床にくっつけてください。腰まっすぐに床にぺちゃんこして、体楽にして普通に呼吸しましょう。吸ったり吐いたり、で、もも引っ張られる感じ、ふう、はい。で、次足戻ります。足三角にして、両膝左に倒していきます。で、右行きます。そのまま行ったり来たり、あと5回5 4 3、体動かないでください。足だけしっかり床に倒していきます。最後、はい、戻ります。で、次足一回まっすぐして楽にさせて、もう一回足曲げて、右足左足にかけて、そのまま左に倒していきます。できるだけ床にくっつけてください。右の肩上がらないでください。普通に呼吸して、5 4 3 2 1、左行きます。できるだけ膝床にくっつけて、左の肩上がらないで、呼吸、5 4 3 2 1、はい、一回戻ります。 OK、 足チェンジ。で、左足右足にかけて、膝右に倒していきます。左の肩上がらないで、引っ張り合って呼吸、5 4 3 2 1、はい、戻ります。左倒していきます。膝と肩引っ張り合って呼吸してください。5 4 3 2 1、戻ります。 OK、 足戻って、はい、かかとお尻叩いてください。トン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 、
かかとと力でお尻のマッサージ。次、足まっすぐにして細かく動かして、はい、でもう一度足楽にしてから、左膝引っ張って胸に近づけてギュッと、さあ四、一回楽にして吐く息吸って、二、三、四、はい、一回吐きます。もう一回吸って、二、三、四、吐きます。吸って、二、三、四、吐きます。胸に近づけてキュッと引っ張って、楽にして、左足一回楽にして、右足両手膝引っ張って胸に近づけます。ふう、楽にして、もう一回息吸って、1、2、3、4、楽にして吐く息吸って、3、4、吐く楽、もう一回吸って、3、4、はい、楽、もう一回息吸って、胸に近づけて吐きます。はい、右足伸ばして、で両足もう一回胸に近づけてから、左右軽くゴロゴロしましょう。床の力で背骨のほぐし楽にさせてください。でこのゴロゴロの大きさが少しずつ大きくして、で軽く腹筋、軽く体幹トレーニング、で少しずつこの幅大きくしましょう。ゴロゴロ、で最後膝真横の床くっつくまでに行きます。戻る、ゴロゴロ、でくっつくまでして、反対側もくっつくして戻って、はい、次上下ゴロゴロにして、シーソーみたいな感じでバランス前後ろ、最後の3回したら前に重心取る、1、2、3、キープ、はい、 OK、 もう一回座ってください。足が楽にさせて、両足曲げて、はい、両手上で一回深呼吸、息吸って伸ばしていきます。胸天井吐きます。お腹へこんで、もう一回吸って背筋胸天井吐きます。で最後伸ばして息吸って、お腹へこんで吐きます。お疲れ様でした。コロナと戦ってる皆さん、気分転換をして明日も元気に過ごしましょう。台湾の朋友们也要加油哦，我们一定会渡过难关的。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。